はい、こんにちは。相手はセンターがヘインダールです。ヘインダールを倒した後は回復役がいないので、えー、今回はヘインダールをまず倒すために赤単色。その後はカウンターで攻撃しようっていう作戦です。はい、行きまーす。 はい、えー、盤面にまず赤が少ないので、いらない玉をたくさん消して、盤面に赤を呼び込みたいです。とりあえず、ここ行きましょうかね。まずは、あ、盤面に赤をたくさん呼び込みたいです。えー、とりあえず、ここ行きましょうかね。 あわよくば、ここで赤が降ってきてくれるととっても嬉しい降ってきてくれるわけないですよねえー、ヘインダールがスキルを発動してしまいますがえー、盤面整理はうまいこと言っていないのでとりあえずとりあえずこ,こ ここ行きましょうかはいヘインダールは、えー、センターなので相手は復活よりもブーストと攻撃力アップを主体に考えておられますねでは、えー、赤をこれで4玉消して。 はい、上々ですね、上々ですね。えー、まずは、えー、ブーストをかけて、攻撃力アップをし、エレナの配置は迷ったんですけども、今回ここにしました。では、では、先にこっち行きましょうか。 えー、ジャバワックを考えてどうしようか悩んだんですけど、えー、エレナは今回はセンターにしましたはいではでははい女王様硬いですからね 女王様自身が硬いのでミニオンを呼ばなくてもねえジャッバーワックに耐えてくれるかなと願いこの位置ですはいカウンターが効いてますねはい相手は回復役がもういないのでこちらは防御を固めていたらそのうち勝てるっていう作戦です はい、ではでは相手にマナをためないように、えー、空打ちをしますはい、空打ちをしますはい、ついでにブーストもかけまして相手のフィンディに合わせてカウンターを発動しフィンディにマナをためさせます フィンディがスキルを発動をそこにしますか。はい、まあまあまあですね。ちょっと作戦失敗だった面もありますが、ゲームとしては勝ちが見えてきましたね。とりあえずジャッバーワックを倒しまして。 えー、フィンディに、えー、スキルを発動させてカウンターで倒せたら、えー、この動画アップします、えー、フィンディをカウンターで倒せたらこの動画アップします、えー、できなかったらこれは没動画に回しますはいでは えー、まずはジムキサで攻撃力を上げガーネットを発動し女王様発動するとまあいいやはいではフィンディにスキルを発動していただいて女王様を狙っていただいて はい、これで没動が決定ですね。ははは。はい、無駄玉処理をしてますす、えー。ゲームとしてはもう勝ちをかはい、ありがとうございました。